プジョー301はフランスの自動車メーカー、プジョーが販売する新興国市場向けの小型セダンである。シトロエンからもボディシェルを共有する姉妹車がシトロエンシー・エリゼの社名で登場している。2012年、プジョーは伝統の社名命名規則を改め、最後の数字についてはヨーロッパ向けの主力車種に8を新興国市場向けの車種には1を適用することにした。 その新しい命名規則が適用された最初の車種であり、末尾1を付けた最初の車種が301である。301の車名はかつて1932年から1936年にかけて販売されていた車種と同名である。301は2012年5月24日に概要が発表され、同年9月のパリモーターショーで世界初公開された。 301は C エリゼと共に、スペインの B5 工場で生産が行われる。まず2012年11月1日からトルコで発売が開始され、その後、中央、東欧、ロシア、ウクライナ、ギリシャ、北、アフリカ、中東、ラテンアメリカの各市場に順次投入する予定である。一方でイギリスをはじめ、西欧市場には投入されない。また、2013年内には、 中国の新流儀社でも新設された武漢第三工場にて301の生産が開始される予定である。なお、ーエリゼの方はすでに同年7月1日から生産が開始されている。301は208などでも使用されている PEF-1 プラットフォームをベースに開発された。全長は4.44メートルあり、506リットルのラゲッジスペースが確保されている。 エンジンはガソリンが直列3気筒1.2リットルベティ53キロワットと直列4気筒1.6リットルベティ85キロワットの2つ、ディーゼルが直列4気筒1.6リットルハディ68キロワットとなる。また、301には ESP、ABS、4エアバッグ、イブド、アイセフィックスといった安全装備、エアコンや Bluetooth ハンズフリーキットと、 USB 接続を備えた MP3 オーディオシステムといった快適装備が用意される。2016年11月にはマイナーチェンジが実施され、フロントフェイス、テールランプ等が改良された。ありがとうございます。